皆さんこんにちはそれでは2018年管理業務支援者マンション管理士の講座説明会を行っていきますタイトルは学習開始時期別官業満館学習法となります担当はレック専任講師の太田ですよろしくお願いいたしますはい。えっ、ー、とこれから皆さんにご紹介していくのはこちらのガイダンスレジュメに書いてありますように 学習開始時期別、官業満館学習法、副題としていつ始めてどう勉強すればいいという題になっているわけです。まあ、今年、マンション管理者、管理業務主任者受験されるという方がまあ今回お聞きになっていると思うんですが、やはりあの学習して、そして試験に合格していくというためには当然のことながらスケジュールをしっかりと立てていく、まあ、これに尽きると思うんですね。まあ、どんななに立派な 学習法を考えて行こうとしてもそのスケジュールがしっかりできてそれを実行していかなければ途中で挫折してしまうことになりますそこで今回の皆さんのこの講座説明会ではまいわゆるスケジュールですねどんなふうにしてスケジュールを立てて学習していくのかまこれを一つの例として皆さんにご紹介していくことになります、えー、と最初にまずマンション管理省管理業務主任者の まあ試験なんですけども、もうお分かりになっているという方もいらっしゃるとは思うんですが、いまい、あ、ちと確認をしてほしいんですね。まず、最初にこの管理業務支援者とマンション管理士まあ、両方受験するという方もいるしまあ、どちらかを受験するっていう方もいらっしゃると思います。で、えー、まずあの試験の日時ですね。えっ、ー、と管理業務支援者は例年12月の第1日のあ、第1回えっ、ー、と1週目の日曜日ということです。ま1、あ、番最初に来る日曜日ですね。 でマンション管理士に関してはえ隣ですが例年11月の最終の日曜日、まあ、最後の日曜日です、えー、この日が試験日となっていますですからまあ今年もお何か大きく変わるということがなければ、えー、この日付になると思います、えー、あとは問題の時間は2時間そして形式は4子た一のマークシート方式で50問で回答していく、まあ、これはいいですよね。で その後なんですが、まあ、両試験の,この合格率、それから合格点ですね、これも確認してほしいと思います。えー、と直近の5年分上,が上げていますが、まあ、管理業務主任者とマンション管理士、両方分かれています。2013年から2017年度のものを上げています。で見ていただくと分かる通おり、まあ、両試験に、えー、と異なるところは、この合格点、それから合格率、 これをまあ見ていただくといいと思います。まあ、特にあの合格率ですね。管理業務主任者に関しては、えー、大体まあ20%ぐらいで推移しているわけです。ですから、本年度も特に大きく変わりがなければまあ20、20%ぐらいになると思います。でマンション管理士の方はまあ、だいたい8%から9%です。まあ、これも今年大きく何か変動がない限りは、この合格率になると思われます。まあ、そして、あとは合格点なんですが、 これは両試験とも毎年変動するわけですね。なぜかといえば、いわゆるできたもん順から上から管理業務主任者だったら20%、マンション管理士だったら8、9%で切るからです。そして問題によって難しい年もあるし、優しい年もあるわけです。で、難しいから試験に合格しにくいとか、優しいから合格しやすいということはないです。 ま優しければ合格ラインが上がるし難しければ下がるですから、えー、優しいか難しいかで、えー、皆さんにとって不利有利はないです、えー、合格率が変わらない以上は、まあ、関係しないということですねまずこの点も確認しておいてください、えー、そこでまあ、マンション管理士に関しては管理業務主任者よりも 合格率から見ると難しいこたがって当然のことながら学習する範囲ですとか理解する深さも管理業務主任者に合格するよりも当然え大変だということがここでお分かりになると思うんですね。で,でそうするとじゃあこれ,のこれらの試験にどう対処していくのか学習法ですよね。えっと最初に次のレジュメの2ページこちらをご覧になってください。 で近年は、漁試験の被災される範囲というのが非常に重なっているんです。まあ、従前はまあまあ重なってるとは言っても、えー、独特な問題がそれぞれ出たんですがなぜ、まあ、か近年はあまり両者大きく異なるような問題が少なくなってきています。えー、ですので、まあ、学習する範囲は、えー、マンション管理者も管理業務主任者も、まあ、従前と比べてかなり重なる部分が出てきているということです。ただし 聞かれる問題の内容中身はえっと同じかというとやっぱり違うんですね。管理業務主任者は比較的的基本的な部分を聞かれる問題が多いですマンション管理士はやっぱりあの法的な理解などが法令系で要求されてますから、まあ、単に知識だけあれば正解にたどり着けるということができない問題も含まれているわけですね。 その点ではその学習の仕方、対処の仕方っていうのは異なってきます。そしてあとはこの業試験なんですけども、まあ、見ていただくと法令系、実務会計系、設備系と分かれるわけです。で、法令系に関しては管理業務審査30問、マンション管理士が31名。これは毎年この数で決まってるってうわけじゃないです。多少の変動はありますが、昨年2017年度に関しては、 これだけの数が出てますで見ていただくと分かる通り50問中3031ですから、まあ、必然的に、えー、っとこの法令系が最も多く主催されるということが分かると思います。したがって試験の学習対策としてもこの法令系をしっかりと得点していかないと合格ができないということです。それからあとはあの実務会計、えー、これは管理業務主任者の方が主催されている問題数が多いです。9問 マンンション管理士の方は4問となっていますそれからあとは設備系ですね建築設備系、えー、と管理業務主任者の分がこの実務会計系の方があの9問で多いので、まあ、その分少し少ない、えー、少ないですで11問でマンション管理士の方は逆にこの実務会計系が4問なので15問と多いです、まあ、こんな構成になってるわけですね で実務会見に関しては、まあ、管理業務主任者受験される方はここはしっかりと厚く学習をしてほしいと思いますただ出載されてくる問題は比較的基本的なものが多いですから、まあ、しっかりと得点をしていくことができると思います、はいまあ、逆にあの設備系に関しては、まあ、正直言ってどこからどう出てくるのかというのがなかなか予想しづらいです。 あの法令系などというのは、まあ、法律の中から出てきますからまあ被災されるのは当然その法律の規定の中ですよね。でも建築設備系と言われてしまうとこれもかなり広い範囲ですから、まあ、しかもどこからどう出されるのかっていうのはなかなか読みづらいんですね。まあ、したがってここはまあ過去に被災されていた問題繰り返されるものもありますからそういった問題をしっかりと得点していく。あまり知識を広げても えと主体されるかどうか分かり,分かりませんからこれは先ほど言ったように、まあ、過去問で繰り返し主体されているようなものそれをしっかりと得点していくということが重要ですです。からここは、まあ、他のものもそうですがあ特にあの過去問中心に学習を進めていただくことがいいだろうと思います。こ、はいえー、こののうににしししして今試験の両試験験概要ををご紹介しましたが、まあ、これを前提にしっかりと どういうスケジュールを立てて、まあ学習をしていくのかっていうことですよね。えそこで三ページ目をご覧になってください。まあ合格スケジュールを立てるって書いてありますが、まあ皆さんこの両試験を学習するときに、まあご自身でまあどんなふうにしてスケジュールを立てているのかということです。まあ私たちが提供する講座、まあもちろんこれに従って学習していただくっていうのがまあ一番いいわけですが。 まあ当然のことながらそれ,だけで学習それだけで合格することができるかというと、まあ、当然ご自身で復習していただかなければいけないわけですね。まあ、例えばテキストをしっかりともう一度読み込んでいくあるいは重要なポイントを確認していくまたその分野に関する問題を演習していく、まあ、こういう作業はさすがに皆さん自身でやっていただかなければいけません。じゃあその時にどうやって学習時間を捻出していくのかっていうことですよね。 まあそうすると、今ご紹介したように、分野別に必要な学習時間をまあ考えていく。で先ほど見ていただきましたが、マンション管理士、管理業務審社共通して法令系が重要ですよね。従って、法令系にしっかりと学習時間をあてがうということです。まあ、逆に建築設備に関しては、考えるっていう問題はほとんどなくて、知ってるか知ってないかです。まあ、したがって、てここに関しては、 法令系よりも学習する時間は若干少なくて済むだろうと思います。まあ、その分、あの知識確認をしていけばいいだけですから。まあ、法令系のように何か考えるっていう要素が少ないです。ただ。 もちろんあの覚えなきゃいけませんからその記憶をしていかなきゃいけないっていう時間は当然作らなきゃいけないわけですねだからそういうことも含めてどの分野にどのぐらい時間かけていくのかっていうことも考えていかないといけません時間をかけなきゃいけないところをかけずにかけなきゃいけないところをかけてないなんていうことにならないようにしてくださいそれからあとは次ですじゃあ一日どのぐらい学習していくのかあるいは1ヶ月でどのぐらいまで進むのか あるいは1ヶ月でどのぐらいをにまで進んでいくのか、まあ、こういうことも考えていかなきゃいけないわけですね。まあ、私としてはまあ少なくとも1日どのぐらい、その学習する時間を取っていくのか、あるいは1ヶ月間でどのぐらいの内容まで進んでいくのか、まあ、こういうことはえっとある程度確定して、それを実行していかないといけません。うん。まあ、例えば1日えどのぐらい時間を取るのか？ うん、まあこれは管理業務主任者とマンション管理士違いますけども、もんん管理業務主任者もマンション管理士も少なくてもですよ。1時間ぐらいは最低取っていただく必要ありますよね。で、マンション管理士に目指す方は当然合格率が違うわけですからまあ、もう少し上乗せをしていかなければいけません。じゃ、その時間をどうやって確保していくのかっていうことです。まあ、これはまあ人それぞれです。え、じっくり机に座って学習していけるっていう人もいるし。いやいや。 じっくり机に座っってももなななかなか集中でできないって人もいとう人らっしゃると思うんですね、まあ、それは三田さん自身、えー、人それぞれ違うんですが、まあ、仮になかなかこうじっくり机に座って学習する時間が取れないっていうんであれば例えば一日通勤する時間の中で細切れに学習していくとかあとはえ待ち時間に学習していくとかあとはお昼休みに少し学習するとか、まあ、そういう細切れの時間を集めると意外に時間が取れ,取れます。 まあじっくり連続して1時間学習するっていう必要性ないですから、まあ、そういうことも考えた上でどういうスタンスで学習していくかということを考えなきゃいけませんよねそして、えー、今日皆さんにまあ確認していただきたいのはじゃあどんなふうにして、えー、その学習を学習スケジュールを考えていくのかっていうことですでこれはレックの講座を受講していただくっていうことを前提にお話をしますがまずあのこちらの まあパンフレットのまあレックで提供しているまあ講座の内容を先に見ていただきたいんです。まあその中にこの2018年の管理業務新社マンション管理士まあダブル合格講座といってまあ両方とも合格していきますということを目指していくというコースがあります。まあもちろんマンション管理士のみっていう方もいらっしゃるかもしれませんが。 まずオーソドックスに量子を目指していくでそうすると最初にこちらですね合格講座と書いてあるんですが、まあ、いわゆる問題を解くための知識が当然必要ですからそれをしっかりと身につけていくために、まあ、テキストを中心として学習をしていただきます、まあ、いわゆるインプットと呼ばれているもので試験の問題を解くために必要な情報を入手していくという講座で、まあ、テキストを 学習していいくという講座ですで、えー、とその後なんですがその知識がしっかりと身についているか、まあさえー、と言い方を変えると問題解けなけけななればこの試験は合格でできないわけですねですからいくらテキストを読み込んだって問題を解いて得点できなければ意味がありません。ということはしっかり問題解いて正解を出せる。 という体制にしていかなきゃいけないわけですねえところがテキスト読んだらじゃあ試験の問題ができるかというとそうでもないです、まあ、なぜかというとですねあの素直な問題が出てるんだったらそれでいいんですがいろいろと皆さんに間違えてもらわなきゃいけませんから間違えそうな問題をいろいろと出してきますですからそういった間違えてもらうような意地悪な問題にしっかりと対処してもらえるように演習していかなきゃいけないんですね そそこでその知識をしっかかかりと身につけてるかどうかまずこの基本的な知識が身についてないとそういう問題にも対処できませんからそれを確認していくために一問一答といっていわゆる丸抜問題で確認していくということです。でこれをしっかりと繰り返しをしていただかないと本試験問題にも対応していけないわけですね。でこれれを行っってていきますそ、はい、そしてそれが終わったら 今ご紹介したように問題演習をしていかなければいけないわけですね。で、そこで問題演習で一番重要なのはやはり過去問です。本試験に主催されたものを見ていく。これがやっぱり重要なんですね。ですから個人的にはこの過去問をしっかりと演習していく。何度も何度も見返して間違えたらテキストなりで確認する。こういう作業がとても重要です。 えっとまあ、今皆さんにご紹介した、まあ、この過去問にしっかりと対応していく、まあ、そ,そのために、えー、っと先ほどご紹介した、まあ、インプット情報を入れたり知識をしっかり定着しているかどうかを確認していくと、まあ、そのための作業だと過去問をしっかりと,解く,と解くことができるようにするための作業だと言っていいです、はいえー、そしてあとはですね、まあ、実際に過去問を演習した ここで本試験に対応することができるようにしてってるわけですね。えただやっぱり人間ですからその克服できたところもあるでしょうしまだ弱い弱点部分もあると思います。でなかなかこう弱点部分っていうのが分かりにくいんですね自分ではできてると思ってるんですが、まあ、実は実際はあまりよく理解してないのでそれに関する問題あると間違えちゃう。 この弱点をしっかりと補強していかなきゃいけません。自分ができるところを何度繰り返してもそこかできるので、そこに力を入れても仕方がないんですね。で、そうじゃなくて、自分が弱いところをどこなのかということを把握した上で、そこをしっかりと補強しておかなければいけません。まあ、言い方を変えれると、えー、っとこの試験に合格するためには、自分の弱点補強がまどれだけできたのかと言ってもいいです。 下がっっててて弱点をしっかりととと見つけいいくっていうことがとても重要なんですねでそのためには今ご紹介している過去問の次に基礎答練、まあ、これによって自分の弱点を発見していくことができるわけですねでさらにこちら実践演習総まとめ、まあ、基礎それからまあ応用と続きます、まあ、問題演習でどんどんと自分の力を確認していくわけですね、まあ、今ご紹介したように弱点をしっかりと補強していくということです でそこまでしっかりと学習した上で最後は公開模擬試験これはまあ本試験と同じえっ、ー、と出題形式で、まあ、難易度としても本試験にと同じぐらいに合わせていますそしてまた他のこの模擬試験を受けた人たちと自分との成績を比べることもできるわけですねそして最後はこちらに書いてある 試験直前にもう一度基本的なものを確認していく。まあ、こんなふうにレッグの講座として流れはご紹介している通りです。であともう一つですね、まあ、今のような講座にさらにですね、ハイブリッドダブル合格コースっていうのも用意しています。で、今ご紹介してきたような、えー、とインプットだ、アウトプットだ、あるいは模擬試験だとありますが、まあ、さらに実際に 通信が通信となっていますので、まあ、実際にあの自分1人だけで学習していくと、まあ、モチベーションが落ちてしまうということもあるでしょうその時のために通学の部分を用意していますでこの通学に関しては、えー、と現在この渋谷とそれから大阪の駅前本校のみとなっていますけども、まあ、そこにもし通学できる人であれば 定期的に、まあ、一緒に他の受験生と,じうんと受,講生受講生と集まって学習していきましょうというものです。でこれはまあ3段階に分かれてるんですね。えー、基礎理解編これはもうインプットです。まあ、一通り皆さんが、まあ、ウェブ等で学習していただいたものについて、まあ、さらに確認していくというインプット部分の講座です。そしてあとは次にこちらは問題演習をしていく。 ものです。ま実際に皆さんと一緒に問題を解きながら解説をしていく。え、そして最後に模擬試験を皆さんにやっていただいて、まそれに対する解説ですね。まいずれも生講義になっています。実施されている中心校は現在渋谷の駅前本校と梅田駅前本校ということになっていますので、まここだけに限られてしまいますけども、もまもしえっと地理的にあるいは時間的に余裕がある方はま是非実際に。 講師が生で講義をしていきますので、まあ、その受講して、モチベーションを維持していただきたいと思います。はい。で、今ご紹介したような流れで、まあ、学習を、まあ、レ e クではしていただくことになるんですけども、え次の、えー、と4ページの後に出てきます、こちらのスケジュールですね。で、今ご紹介した内容がここに 書かれていますえ。先ほどご紹介したまあインプット部分、そして一問一答の丸罰、まあこれでえ自分の知識をしっかり確認していくわけですね。えそれが続きます。まあ、いわゆる法令系、まあ、実務会計系、設備系とこう続いていくわけです。まあ、ここがいわゆるインプット部分です。えそしてあとは先ほどご紹介した過去問演習ですね。えそしてその後にえ当連。 基本編から応用編、そして公開模擬試験と続きます。え、先ほど皆さんにご紹介した流れです。で、あとはこれに従ってまあ、どういうスケジュールを立てて学習していくのかということです。まあ、学習スタンスとしては、今ご紹介したように、まずインプット、そしてアウトプットえ、この流れとなります。で、その時にまあ、インプットもちろん重要なんですが、個人的にはこのインプットとアウトプットのま比率学習比率の割合っていうのは？ 1>, まあ1対110、まあのうちだったら5対5、えー、これを保っていただきたいんですね、まあ、人によってはインプット部分が4でアウ,トブブアウトプット部分が6という方もいらっしゃいます、えー、つまりアウトトプット部分がとても重要なんですねただ学習してるとなんかテキストを中心として学習してしまって問題演習がおろそかになってしまってるっていう方は結構いますがあの本試験問題は問題でやりますからね4子択一の問題でやりますから ここをしっかりとやってもらわなければ意味がないです。ですから、インプット中心になりがちなところをしっかりと、そうではなくて、アウトプット中心にやっていくんだという心づもりでいてください。はい。で、えー、と今が、えー、今見ていただいたように、まあ、スケジュールを考えていただいた上で、あとは具体的な日にちですね。まあ、どこで、どこまでで何をやるのかということです。 えー、レジュメの4ページに戻っていただきまして、まあ、これは一つの例示です、まあ、必ずこうしなきゃいけないってわけじゃないんですが、まあ、皆さんの学習のスケジュールを立てる上で一、まあ、つの目安にしてくださいまず、えー、っと先ほどご紹介しましたが問題演習のところで区切っていく、えー、弱点補強をしっかりとしていかなきゃいけませんから、まあ、その弱点補強を、えー、把握する。 それはどこでかというとやはりあの問題演習ののととと呼ばれていいるる部分が一つの目安になででしょうということです。そこで先にご紹介した、まあ、基礎編応用編そして模擬試験とあるんですけどもまず基礎編を一つの区切りとしてここでその学習のスタンスをもう一度確認しそしてそれ以降本試験までどういう学習をすればいいのかということをもう一度考えていただく。 とということでまずあの基礎遁練を1つの学習の一区切りの目安とする2つ目は今度は応用編である実践練ですねでこれを2つ目の学習の区切りとする、まあ、いずれも弱点をしっかりと見つめ直すという意味で区切ってるわけですで最後は模擬試験でここが最終の区切りですこの模擬試験というのも同じでやはり自分の弱点 こここがどこなのかを把握する、まあ、模擬試験っていうとどうしてもこの点数が気になりますが、まあ、点数だけ気になってもらっても仕方がなくてその自分が弱いところがどこなのかっていうことをしっかりと見ていただくですからこれらの当連はまあ点数気になるっていうのはもちろん仕方がないことなんですが点数よりも弱点を見つめ直すと、まあ、そこで今ご紹介している区切りを皆さんにご提示しているわけですねはいそしてまた次の5ページいっていただきまして まあそうだとするとおのずと次のような、まあ、学習スケジュールが出来上がってくるじゃないかということです。でこちら見ていただくと、まあ、3月から学習し始めた方あるいは4月あるいは5月から学習し始める方で6月7月から学習し始める方と分けてます。でもうすべて同じでインプットそしてアウトプットで模擬試験この順番同じです。 こんな風にして、まあどこも同じなんですね。まあ3月から始める方、4月から始める方、それから6月から始める方たちもこれ一緒です。で、これ A から G って書いてありますけれども、まあこれはいわゆるインプット部分と過去問ですね。ここまでを一つの区切りとする。これだから全部一緒です。まずワンクールとしてインプットと過去問ですね。で、その後当連公開模擬試験と続きます。 で見ていただくと分かるんですが、3月から学習を始める方たちは、大体いい、まあ、この講座を受講していただくときに、まあ、1回が通常2.5時間になっています。で、その2.5時間の講義を週2回ぐらいのペースでこなしていくことができるんですね、3月から始める方は。 ところが4月5月から始める方たちは当然その分遅れてきますから、えー、今度は週に、まあ、2回じゃなくて2回から3回ぐらいのペースで進めていかないと追いつかなくなってしまいますで6月7月から始める方は結構タイトになって週3から4ぐらいの割合で受講していただかなきゃいけませんもちろんこれ自分の学習する時間含みませんよ自分の学習する時間含みませんからねということで 見ていただくとわかるんですが、まあ、当然のことながら早めに始める人はスケジュールに余裕があります。遅くなればなるほどスケジュールが詰まってきます。まあ、6月、7月から始めるっていう方はまあ、再受験するという方であれば、まあ,ある程度の知識があるので、ゼロからじゃないから。うんまあその分アドバンテージはありますよね。まあ、だからといって余裕があるというわけじゃないですから、注意してください。 えっとこれちょっと勘違いする人がいるんですが、まあ、昨年受験して学習したから、えー、今年は大丈夫だろうとで少し遅めでも大丈夫だろうという方いますがそんなことはないですよ、えー。それは何がおかしいのかっていうと、えー、皆さんのイメージしてる「大丈夫だろう」っていうのは本試験その時の自分の状態を前提にして考えてますよね。でもももも本試験終わってててかららう半年年ぐらい経過してくると、えー、昨年覚えてたものも 忘れててててくくるるるももものも必ず出出きますあやふやふになっんですねですからそこの部分を考えずにえ本試験当日の状態でさらに自分が学習をスタートすると勘違いしてますがこのブランクの部分で知識ですとかいったものあるいは記憶っていうのは落ちてきますから注意してください。ですから再受験される方もまだ大丈夫だとは思わないでください。はい、えー、こんな風にして ま早めに始めていかないとスケジュールがだんだん詰まっていきます。学習しなきゃいけない量は多いですからね。えー、またあの今年受験するっていうんであれば、ましっかりと合格してもらいたいと思いますので、まそこでスケジュールには必ず余裕を持って学習を持たせるということです。まあ、ほとんどお仕事されている方が多いと思うんですけども、まその点ではあの今ご紹介したようになかなかこうスケジュールを立ててもその通りに行く方がむしろ あの稀だと思いますどちらかというと遅れがちになってしまうことがあるので、まあ、そういう点からも今ご紹介したように早めに学習を進めていただく必要があるということですね。まあ、先ほどご紹介した、まあ、こちらの、まあ、スケジュール表なんですけども一、まあ、つここんな風にスケジュールととしてて進めいいくよっていうことです、まあ、3月から始める人に関してはだい,たいまあインプット部分過去問が7月ぐらいで終わりますよね。 4月5月から始める人も大体、まあ、先ほど23回ペースだったら同じぐらいで終わります6 4月の方は3回から4回ぐらいで、えー、とやや遅めに終わります、まあ、それ以降も詰まってきますから、えー、十分注意をしてくださいはいそれからあとは、えー、6ページ、えー、6ページ部分に関しては先ほどご紹介しました もうう今ご紹介したように4番目早早ければいいい方がいいですそれからあとは REC で、えー、実施してます、まあ、講座に関するものですね、まあ、これも大まか説明しましたので、まあ、こういった講義を利用してぜひ皆さんの学習力をアップして合格につなげていただきたいと思います。はいえー、それではですね 今回ご紹介してきた学習スケジュールに関してい、まあ、今一度もう一度皆さん考えていただきまして、まあ、自分に合う余裕を持ったスケジュールこれを立てていただきたいと思います。はい、それでは2018年の管理業務新援者マンション管理士の講座説明会学習開始時期別管業満館学習法の説明会これで終了いたします。お疲れ様でした